堀井哲也は、社会人野球選手、指導者。現在、慶応義塾大学野球部監督。過去に、JR 東日本監督を務めた、静岡県田形郡神奈美町出身。静岡県立二ら山高等学校入学後、打球が外野に飛ばなくなったという理由で1年秋から、左打ちに変更し、猛練習の末に年夏からレギュラーを獲得。 慶応義塾大学では入学後に野球部の門を叩いたが3年までは代打の2打席しかリーグ戦出場がなく4年春の喜び早3回戦で初のスタメン出場卒業後は三菱自動車川崎に入社したが現役生活は4年と短かったこの間下記の田津監督に指示している現役引退後は1988年からコーチマネージャーを務め 1993年に三菱自動車岡崎の総部に伴って転籍した。1997年からは監督に就任、激戦の東海地区にあって、チームをまた,たく間に、都市対抗野球、日本選手権の常連へと押し上げ、山口和夫、福川翔和、竹原直隆などのプロ野球選手を育てた。2004年シーズン途中で三菱自動車岡崎の野球部が、 活動停止となり、翌2005年からは、JR 東日本に移籍。ここでも、寺内隆行、川端隆史に、戸亀県などをプロへ送り出している。JR 東日本では、都市対抗野球大会で2005年は2回戦、敗退、2006年はベスト4、2007年は準優勝と徐々にステップアップし、2011年は、 決勝で下記の率いる NTT 東日本を破り、チームを初の頂点に導いた。2019年12月より、大久保秀明の後任として、慶応義塾体育会野球部監督に就任。通算して10年以上企業チームの指揮を取っており、多数の教え子が NPB チームからドラフト指名を受けた。三菱自動車岡崎時代 JR 東日本時代、 慶応義塾大学監督時代、ありがとうございます。